金沢大学融合学域どうなのよこの動画は石川県内の公立高校に通うそこそこできる生徒向けにお届けしていますメンバー限定動画配信中あなたもメンバーになって限定動画を見よう金沢大学が融合学域というものを設置しております先導学類、観光デザイン学類 スマート創生科学類から構成されています。まあ、一般の方に言え分かりやすく言えば、これが学部学科だと思ってください。文、えー、系、理系とは別に、まあ、こういう学際系の学域、学類というものを金沢大学が設置してるんですね。他の大学ではほぼ見かけない、まあ、九州大学の創生学部とか、あ、競争学部とか、新潟大学の創生学部とかがこれに近いんですが、 こういうところのですね、分野を大学選びで探してきてしまうのは、大体、その、自分がこう、興味があるもの、探求したいことっていうのが、従来の学問では結びつかない、学際系、分離融合系の学部へ行きたいっていうふうに考えちゃう高校生に、ぶっちゃけ釘を刺す動画です。ただし、くれぐれもそれは、この金沢大学融合学域がダメだと言ってるのではないことは、最初にお断りしておきます。ただ、 高校生の皆さんがい行きたい学部学科が絞り込めない時に学際系に行くのが正解かどうかというのはよく考えてくださいという内容ですまず最初にそうですね一番新しいスマート創生科学類からいきましょう分離融合学際系とはいえこのスマート創生科学類はかなり 自然科学系の専任教員で構成されており、えー、専門分野が、先生方の専門分野がご覧のようになってます。まあ、計測工学、計算工学、都市交通システムデザイン、自動運転、医療生態工学、デジタル医療、システム制御、情報科学、設計、生産工学といった専任教員の人たちなんで、基本的には工学博士の先生が多いんでしょうか。僕の意見ですよ。あくまでも僕の意見ですよ。普通に工学部行けば。 スマート創生科学類じゃなくて普通に工学部の機械電気とか医療、えー、工学とかそういう分野に行ったらどうでしょうくれぐれいもどっちがいいとは言ってませんよ。ただこのスマート創生科学類素敵って思っちゃった石川県内の高校生に言いたいのは工学部を調べろ、まあ。金沢大学だと工学部って名前じゃないですけど理工学域はい。で学際的な研究っていうのは大学院でやってください。これなんでみんな言わないんですかね 高校生が4月に大学生になった途端に学際的な研究できるんでしょうか学際研究は大学院で。学部段階では機械工学とか電気工学とかなんかきちんとこう基本的な学問をやった方がいいんじゃないかと僕は思いますがくれぐれも僕は自分の意見を押し付ける気はなくてこういう声もあるよぐらいで構いませんがこの金沢大学のスマート創生科学類の場合は普通に工学部で自動運転とか あのやったらいいんじゃないいかななと個人的には思いましたなのでどっちがいい悪いではなくよくく比較してください、えー、次観光デザイン学類地域おこしをしたいので観光業を学びたいっていう石川県の高校生がここを頑張って目指すんですが観光デザイン学類の専任教員は、えー、都市計画経済学公衆衛生学社会学社会学コミュニティデザイン土木計画学などで、えー、はっきり言えば観光学の先生はいません。 あのだからダメとは言ってませんよ。で、観光学そのものは、経済学部だったり、社会学部だったり、あるいはまあ地理とか土木工学からアプローチできます。観光デザイン学類に行かなければ、ホテル業界や航空業界や旅行業界や観光に詳しい公務員として働けないってことはなくて、観光業に興味がある場合、観光学部学科である必要がありません。はっきり言って。別に経営学部だっていいわけだし、例えばキャビンアテンダント。 上智大学とか青山学院大学とか獨協大学とか関西学,関西学院とかからどんどんなってるじゃないですか観光学部がなくてもなんとかなるなのでここがすごいオンリーワンなのかなって考えてほしいダメだとは言ってないで石川県内金沢の、えー、県立名門高校に通ってればおそらく私立大学に行くことは高校の先生がいい顔をしないはずです6教科8科目で国立へ行くべき 金沢大学の観光、いいじゃないかと言うでしょうが、個人的には、立教大学観光学部観光学科はどうですか専任教員の分野はこうなってます。ということで、やっぱりマーケティングの先生、観光学が専門の先生、観光施設論、宿泊産業論、ホテルアセットマネジメント論、観光経営学、観光政策、旅行産業論、旅行業の経営実務とかですね、 企業分析といったような感じで、えー、立教の観光の、観光の専門家の教員がいっぱいいる環境よくないですかただ、これも、その、真剣に観光学学,学びたいから、立教行きたくても、石川県に住んでたら、あなた、6教科、8科目できるんだから、金沢大で観光やればいいじゃないって、先生に絶対言われるでしょうね。ただ、その金沢の観光っていうのが、 観光学の専門の先生というのは、じゃあ、どうなのっていうところで、くれぐれも、どっちがいい悪いとは言ってませんよと。ただ、そうね、金沢大受かって立教行ったら許してもらえるのかしら。最後に、一番古い、先導学類の先任教員ですが、ご覧の通り、専門分野はカオスというしかない。A、ええ、電子工学。化成学、哲学、マーケティング。 情報、キャリア教育、がん診断治療学の先生、医学部に帰ったらどうですかと、個人的には。ということで、えー、融合学域先導学類に至っては、これが分離融合学祭なんでしょうかえー、皆さん先生方ですね、それぞれご自身の持ち場に戻ったらいかがなのかと。法学部だったり、文学部だったり、医学部だったり、本来そっちですよね。さらに、 スマート創生科学類でも僕が心配なのは自然科学系特に工学の先生方は工学部並みの研究室や予算がこのユニークな学類でもらえるのかどうかどことは言わないんですけど国立大学で奇抜な名前の学部学科を作っちゃったら自然科学系の先生は実験室や研究室がある環境を失ってしまってる大学もないわけではない。なので 特に理系目指している生徒さんだったら、普通に工学部とか医学系とか目指した方が良くないのと僕は思ってしまうんですが、まあ私も中を詳しく取材しているわけではないので、くれぐれもこの金沢大学の先導学類がダメとは言っておりません。ただ、この雑居部屋みたいな大所帯は何だろうと。不思議だな。今までの学問分野と何が違うんだろうっていうのが、私は引っかかるというだけで、入学するなとは言ってません。 最後に、受験生の皆さんに申し上げたいことが3つ。名門国立大学といえど、大学の都合で不思議な学部や学科を作ることがあります。その多くは、学際的、分離融合と名乗ってますが、他大学にはない。つまり、何か大学の内部事情があって誕生した可能性があるんですね。次に、自然科学系の受験生に言いたいのは、 理学部工学部農学部医学部などと学際系の学部の教育環境をよく比較してください特に工学部の研究室や実験室研究環境理工農薬それから医学部医学部を目指している人は初めから医学部行くでしょうけど医療系の研究ができる工学部だっていっぱいあるわけでくれぐれも学際系分離融合って言ってる受験生は基本理系に行くべきだ それは実験研究環境と予算の違いですね。ただし、これはあくまでも私の意見にすぎませんから、あなたが学際系に行きたいなら止めません。そして最後に、あなたがまあ探求やったり、大学調べをして、自分の学びたい分野がはっきり決まっていない、やりたいことが決まってなかったり、僕がやりたい、私がやりたいと思っていることっていうのは、既存の学部じゃなくて、学際系、分離融合系の学部にあるんだって思っちゃってるのは、 あなたが学びたいことがはっきり決まってないのを学際系学部に答えを求めてませんかあら、私にはここがぴったりって。本当にそうですかあなたがやりたいことは理工系学部で研究室を探したり、文系の人だったら、例えば経済学部なんかでできませんかそっちへ行けとは言ってませんよ。ただ、高校で、その、まあ、高校生が分離融合学際系にひゃッハーって飛びつくときには必ず、 理系と比較する今まである従来の学部で勉強できないかどうかをちゃんと調べるこれをやってほしいなと思っておりますということで金沢大学の融合学域はどうなんだっていう内容なんですがくれぐれも悪いとは言ってません私もそこまでは分からないのでただこれを悩んでるのって石川県の進学校の一部の生徒だけですよねっていうことで くれぐれも他の学問分野、他の大学、学部、学科、特に伝統的な工学部とか理学部とかとよく研究環境を比較して選んでください。